マチコさん、どうも。いろいろと動画をご覧いただきまして、しかもね、私がね、動画を上げたばかりの時の数年前のね、私のね、若かりしい日の頃の30代の頃の動画を見ていただきました。本当に恥ずかしい限りでございます。でもあそこからね、私もね、この1万数千本と言われる動画のアップロードまでたどり着きまして、チャンネル登録もおかげさまで1万1000人を超えてですね、でマチコさんにも出会えたわけですね。私、動画を撮り続けて本当に嬉しいなと思うのは、こういうふうにね、私の動画を見てくださる方がいる、そしてマチコさんのようにコメントをたくさんいただいて、いろんな思いを寄せてくださる方がいるってことですよね。まあ今ね、動画活動ずっとしてきますと、確かにね、マチコさんみたいに好意的な方ばかりではなくてね、私のことが気に入らない方との出会いもあったり、私を攻撃する方との出会いもあるんですよ。まあそういうのも込みで、トータルで見てね、私にはすごく恩恵をもたらしてくれたのが YouTube の動画公開でございました。これからもマチコさんにね、いろいろとお伝えできることがあると思いますし、マチコさんから学ばせていただくこともあると思います。今日はね、一旦こういった形のご挨拶にさせていただきますけども、また改めて、動画の方をね、マチコさん宛に送りたいと思います。昨日はね、私、島根県のね、玉の湯温泉の長楽園さんっていうね、天皇陛下も泊まられた、昭和天皇も泊まられたというところの、その一区画、同じ天皇陛下が泊まれたところと同じところに泊まらせていただいて、まあ、放送もね、お送りしたんですけどもね、まあ、1日2日、いつも私が住んでいるね、広島県の福山市、こちらの方をね、開けただけでも、世の中いっぱい動いてるもんだなと思います。まあ、私もね、マチコさんがちょっとコメント書かれてましたけども、足を引っ張るなんてとんでもないです。まあ私の方こそね、足引っ張りでございますんで、これからもね、なるべく引っ張らないように、いろいろと皆さんにね、メッセージをお届けしたいかなと思っております。それでは今回も動画をご覧いただきましてありがとうございました。マチコさん、また動画見てくださいね。いつも励まされています。ありがとうございました。それでは失礼します。